フライ級のタイトルマッチです。チャンピオンがタイのムアンチャイ・キティカ戦、そして挑戦者があの韓国の鷹と呼ばれています、チャン・ジョングです。まずチャンピオンの、ムアンチャイからご紹介願いたいと思います。はい、この選手はですね、まず IBF のジュニアフライ級のチャンピオンになったんですね。はい、そして3度防衛してアメリカ行ってあのマイケル・カルバハルにノックアウトされてタイトルを失ったんですね。もともとジュニアフライ級のきつかった選手なんです。体が大きいんですね。そしてフライ級へ上がって、そしてあのソット・チタラダ、同国人の選手なんですけど、彼をですね TKO で破って、そして WBC のフライ級チャンピオンになったんですね。はい、パンチがあってですね、なかなか端正な顔をしたハンサムボーイですね。一方の挑戦者のチャン選手なんですが、これはジュニアフライ級時代ね、日本人がよくいじめられましたね。はい、対戦しまして、はい、まあ、あのこの選手、日本のボクシングファンの方だったらもう皆さんご存知だと思いますけど、あのジュニアフライ級の WBC タイトル15回防衛したんですね。はい、そしてあの家庭のトラブルがありましてタイトルを返上して、してカムバックしてですね、まずウンベルト・ゴンザレスと戦ってですねタイトル取れなかったんですね。はい、そしてチタラダと戦って、そのこの WBC のフライ級タイトル、これは非常に接戦だったんですけれど、まあ、あの不運なことにですね、判定はチャン・ジョングを指ささなかったんですね。はい、そしてここでそのチタラダとの再戦を命じられたんですけれど、そのチタラダがその次の防衛戦でムアンチャイ・キティカセムに敗れたために、ムアンチャイとチャン・ジョングの対決になったんですね。なるほど。はい、はい、その昨年のですね11月ソットチタラダ戦はこの番組でも、まあ、取り上げているんですけれども、僅差でチャンピオンのチタラダが勝ちました。その試合をですね、振り返ってみたいと思います。3分ほどのダイジェストです。この試合は去年の11月に行われたものです。白一色に見えます、トランクスを履いているのがチャン・ジョングー選手です。そしてラインが入っています、グリーンのラインと言っておきましょう。こちらがソット・チタラダ選手、タイの選手です。チャンのボクシングというのは本来あのリズムボクシングなんですね。はい、そしてあのトリッキーでですね、そしてフェイントをかけたりですね、その上下動を入れたり前後に動いたり、それしながら突然こうして攻め込んでくるんですね。これがそのチャンの攻撃パターンですね。なるほど。今体全体映ってないんではっきりあの見えないんですけど、相手を追いかけていく時の膝がバタバタなんですね。チャン選手、はい、ですからこの試合見て衰え感じましたけどね。あ、そうですか。まあ、昔はですね、もっとその突っ込みが早かったんですね。だからあの日本の大橋選手とかですね、あの渡嘉敷選手、そして稲見雅治選手、倉持忠選手、みんな勝てなかったんですけれど、ただですね、確かに落ちてはいますけど、そのチャン・ジョングらしさ、その変則性っていうのはやはりまだ残ってますね。そうですか。こうやって今クリンチした時なんかの膝の硬さっていうのが目立ったんですね、この試合では。あ、白のトランクスがそのチャン・ジョングー選手です。この、 あのチタラダなんですけれど、あのムアンチャイと比べるとですね、ムアンチャイよりはあの足があるんですね。はい、であのムアンチャイ・キティカセムというのはもっと、まあ、杓子定規というとなんなんですが、オーソドックスですね。はい、攻め方のパターンがその割と決まってますね。左ついてから右を出してくると。だからチャンにとってはですね、ムアンチャイの方がチタラダよりまだやりやすい面があると思いますね。ああ、なるほど。ただパンチなんですね。パンチはチタラダもパンチありますけど、ムアンチャイもっとパンチがありますね。ああ、これは後半の映像なんですが、チャン選手やはりその衰えを感じたということなんですが、浜田さん、はい、そのやはり足にやっぱりその辺が一番見られますか。気持ちはですね、打っていこうと気持ちは見えるんですよね。見えるんですけど、膝とかあの追うときにバタバタしてるんですね。ですから打たれたときはこういった膝の硬さだと効くんですよね。なるほどね。それがもっと以前はスピードがあったということですね。それでも膝が柔らかかったですね。柔らかさがありましたね。あは、なるほどね。チャン・ジョング114ソト・チタラダ選手がいいでということになったわけですが、
まあ、いろいろ言われましたけれども、まあ、こうやって見ますと先ほどのお話もあったんですが、ムアンチャイ・キティカセムはソット・チタラダを TKO で破ってチャンピオンになったわけでして、そのチタラダを真ん中に置きますと、まあ、三角関係というような形になってくると思うんですが、はい、その辺の関係からしてこの試合どうなっていくでしょうね。今日の試合はあのボクシングではですね、あの A という選手がですね B より強くて B がその C より強いから A は C より強いかっていうとそれが成り立たないんですね。そういう方程式は成り立たない、はいはい、だからまあ三角関係といえばそうなんですけれど、だからチャンにとってはですねこのムアンチャイというのはですねチタラダよりパンチがあって怖いです、はい、ところがチタラダより打たれ弱いんですね。あ、だからそこをつけるかもしれませんし逆にそのパンチでですねその痛めつけられるそういう2つの面がありますね。なるほどね、はい。浜田さんはどのように予想しますか。はい、まあ、ムアンチャイの試合は見たことがないんでこの三角関係からするとムアンチャイ強いということになりますけどね、ただ本当に小泉さんのおっしゃったようにそういう風にいかないのがボクシングですからね。あ、はい、なるほどね、はい。さあ、それでは早速試合会場に目を移したいと思います。この試合は今年のですね5月の18日韓国はソウルのオリンピック公園体操競技場で行われたものです。 WBC 世界フライ級のタイトルマッチです。場所は韓国ソウルオリンピック公園体操競技場です。ムアンチャイがコールされました。23歳です。13勝1敗9つの KO 勝ちがあります。身長が169センチあるんですね、はい。まあ、日本 の、 あのレパード玉熊選手が確か172センチぐらいですかね、あったと思います。あの選手も高かったですけどそれについてこの選手は背が高いですね、はいですね、はい。さあ同級1位のチャン・ジョング選手です。こちらは38勝3つの負けがあります。あの日本人選手ではですね先ほども申しましたけど稲見正治選手、渡嘉敷克夫選手、倉持忠選手、そして大橋選手が2度負けてるんですね、はい。さあゴングが鳴りました。 WBC 世界フライ級のタイトルマッチ第1ラウンドです。白のトランクスがムアンチャイチャンピオンです。そして白のトランクスなんですがラインが入っている方がチャン選手挑戦者です。肌の色がやや浅黒い方がですねあのチャンピオンですね。あ、そうですね、はい。身長もチャンピオンの方が高いですね、はい。28살 161cm 도전자 챔피언 아, 시즈 카나스베이 다시 됐어. 169cm 8cm가 키가 큽니다. 노련한 장정구. 장정구는 아다나노 ですね. 한국의 타카 っていうのは ですね. アーロン プライヤーが アレクシス アルゲルをノックアウトした時ですね。あの時にそのプライヤーのあだ名が、ホークって言ってタカだったんですね、プライヤーそっくりだっていうことでですね韓国のホーク、韓国のタカって呼ばれ出したんですね。プライヤーも変則的な、そして馬力のある選手だったんですね、はい。まあ、一部では韓国のトラという言い方もされていますがタカのが有名ですね。そうですね。軽く左を出しました。チャンピオン、チャンピオン、フォームはいいですね。あ、そうですか。いいフォームしてますね。チャンピオンは13勝1敗です。パンチ力あります。ここはブレイク、右を出しました。レフリーはトニー・ペレスですね、はい。あのアメリカの、ニューヨークのレフリーですね。1ラウンド경기입니다。場所は韓国です。お互いに打っては離れます。さあ打ち合いになりました。チャンピオンスマートなボクシングしますね。あの先ほど小泉さんからオーソドックスという、ね、お話もありましたし、フォームも良くてスタンスもいいスタンスしていてバランスがいいですね。国際式の経験がまだあの14戦ですからね。よく言えばオーソドックス、悪く言えば杓子定規なところがあるんですね。あ、なるほど、はい、教科書通りというような感じなんでしょうか。揉み合いになりました。ラインが入っている方がチャン選手です。もう日本のボクシングファンにもおなじみでしょう。日本にもファンは多いですね、大橋選手と日本で戦った試合すごい試合です、はい。
第1ラウンド残りがわずかになっています。チャンピオンのムアンチャイはムエタイで37勝3敗2つの引き分けという戦績を挙げています。まあ、将来期待されていたんですが、こちらの国際式にスイッチしました。ここで第1ラウンドがおっと、チャンの場合よくゴング鳴った後に挑発するんですよね。あ、それも手の内なんでしょうか。まあ、このラウンドは10対10が許されるんだったらこれは互角のラウンドですね。はい、ただどちらか振り分けろってなるとですね、やはりリードパンチ出してたチャンピオンムアンチャイのラウンドになると思います。そうですか、はい、さあ第2ラウンドです。ラインが入っているトランクスがチャレンジャーのチャン・ジョングー選手。チャンピオンは格乱戦法ですからね、こうしてもうプレッシャーかけて変化つけながらさっと飛び込んでくるんですね。だからチャンスがあれば右からでも入ってきますし左からでも入ってきますからね。先ほどリズムボクシングだというお話があったんですが、この試合ではいかがですか。この試合も本質的にはもう昔のチャン・ジョングと同じですね。あ、そうですか。ただそのリズムが昔と比べるとちょっと悪くなってるんですね。先ほど浜田さん言われた膝の硬さのためかも分かりませんし、やはり1年余りのですね、そのブランクがやはり痛かったですね。14ヶ月になりますか。はい、やはり浜田さん、はい、ボクサー戦う格闘技者にとりましてそのブランクというのはかなり体にくるんでしょうね。ブランクは大きいですよ。試合の勘というんですかね、その勘を取り戻すというのはそう簡単にできるものじゃないですよね。さあ離れました。向こうがチャンです。お互いに距離を取ります。上体を揺らしているのがチャンです。チャンスタイルでね、チャンピオンが行きました。チャンの場合もう少し膝が柔らければパッと沈んで早く踏み込めると思うんですけどね、踏み込む時にちょっとバタバタしますよね。左がチャンピオンのムアンチャイです。ただ今までこの試合見た限り、今まで見た限りでは前回のチタラダルに挑戦した時のよりは体の柔らかさは見えますね。あ、そうですか。はい、そうするとそのブランクでそうなってしまったものがだんだん回復していると考えてもいいかもしれない、ね、いいかもしれないですね。あの時見た時にはちょっと寂しい気持ちになりましたからね。あ、そうですか。2度の世界王座復帰を試みています、チャン・ジョングウンベルト・ゴンザレス、それからソット・チタラダ、これは先ほどご覧いただきました。そしてこれが3度目ということになります。通算しますと20度目の世界戦出場ということになります、チャン・ジョング。はい、20度といいますともうキャリアはもう抜群です。20戦するっていうのも大変なんですけど、20回も世界戦っていうのは大したもんですね。本当にそうですね。第2ラウンドが終了しました。まあ、このラウンドも互角のラウンドですね。互角ですか。はい、ただしどちらかに振り分けろって言われるとですね、私はチャンの方がですね、かく乱しながらでも出てたように思うんですけどね、難しいラウンドですね。難しいですか。はい、1ラウンド2ラウンドとその難しいラウンドが続いています。第3ラウンドに入りました。ご覧のようにお客様がいっぱい詰めかけています。ソウルオリンピック公園体操競技場です。振り分け採点のですね、その問題点というのはですね、いい面もあるんですけれど、悪い面はですね、こういうもうどちらともつけられないラウンドがですね、その1ポイントと後半の例えば11ラウンド12ラウンド、そういう重要なところのラウンド1ポイントと同じ1ポイントして価値を持つわけですね。あ、そうなってくるとですね、それが判定に反映してくると変な採点になる時があるんですね。あ、そういう時おやということになるんでしょうね。だから私はアメリカで言ったんですね、ジャッジを攻めるより自分たちの採点の精度をちょっと考え直した方がどうかっていうことを言うとですね、はい、いやもうラウンドシステムっていうのの方がベストだっていうアメリカのコミッションたちは言うんですね。そうしないとジャッジたちは10対10ばっかりもうつけ始めるから、あ、なるほど、それの規制もあると、まあ、そういうこともあの話が出たことありました。
難しいところですね。プラスマイナスがあるんですね。さあ向こうがチャンピオンです。パンチを繰り出します。リングの中央になりました。ワンツー、おっと右入りました。チャンピオン、チャンピオンの右詰めていきます。チャンジョング、チャンピオン右ストレートもありますけど、相手が入ってくると左のアッパー突き上げますね、はい、ああいうのは結構武器になると思いますよ。なるほど、入ってくる選手はアッパーが来ると怖くなりますからね。右を叩き込みました。チャン、そして頭をつけていきます。同じ3発当ててもですね、やはりムアンチャンの方がパンチがありますしですね、ダメージはですね大きいですね、相手に与えるダメージは。あ、近づくと突き上げます。クリンチのトップダウンなんかでも膝硬いですよね。あ、そうですか。ちょっと膝がバタバタしてますね。チャンジョング右を振りました。パンチ力というのはですね、膝、腰、肩の回転ですからね、だからそれのバネがないというのはやっぱりパンチが効きにくいということなんですね。はい、それと膝が硬いと打たれると効くんですよね。あ、そうですか、はい、ははは、攻撃だけではなくて打たれると効くんですよ。あ、右を出しました。チャンピオンですね。これを開けます。トニー・ロペス、3ラウンド残りがわずかになってきました。右を出していきます。チャン、やはり韓国の選手らしく前へ行きます。右、チャンピオンの右、ここでゴングです。どうもこの試合きれいにすっきりとは分かれません。第3ラウンドです。もうこのラウンドもちょっと競ったラウンドですね。あのムアンチャイの有効打もあったんですが、後半の1分間ですね、チャンが攻勢取りましたね。パンチの効果を取るとムアンチャイ、そして攻勢点を取るとそのチャンジョングですね。私はあのチャンの後半1分間の攻勢取りますね、はい、さあ第4ラウンドが始まりました。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、韓国ソウルで行われています。チャンピオンムアンチャイ・キティカセムに1位のチャン・ジョングが挑戦しています。ムアンチャイというのはスタイリッシュなんですけれど、ちょっと攻めのパターン、ボクシングのパターンがですね、あの一定ですから、はい、チャンとしては入りやすいと思いますね。あのジャブをヘッドスリップでダッキングでかわして入ればボディ叩くことできますし、左フック叩きつけることできますね、はい、なるほど、はい。19歳の時にパンチの強さを買われまして、この国際式に転向しました。チャンピオンのムアンチャイ、であのフィリピンのタシー・マカロスという選手からですね、そのこれは問題の多い判定だったんですけれど、それでタイトル取ったんですね。判定勝ち12回ですね。 IBF 世界ジュニアフライ級ですか、はい、あの試合負けてたですね。ああ、そうですか、はい、ところが再戦した時にはもうこのマンチャイ成長してまして、今度はタッシーマカロスにですね TKO 勝ちしたんですね。あ、その IBF 世界ジュニアフライ級のタイトルは3度防衛していますマンチャイ。これは WBC 世界フライ級タイトルマッチです。今なんかのしがみつき方も膝硬いからああいった感じになるんですよね。まあ、追い込まれながらも手を出します。ムアンチャイコーナーに詰まりました。チャンがずるいのはですね、いいパンチ食った時はグッと入ってしまうんですね。はは、体を押し付けてしまって、ええ、で距離取って相手にその次のパンチ出させないようにします。今もそうです。左手いいの食らった後は前へ出るんですね、はい、こういうところはベテランの味ですね。打たれるとみんなびっくりして下がるんですけどね、そこを逆に密着してしまうんですよ。あ、なるほど。そして相手のパンチをパンチの接近するとなかなかいいパンチ打てないですからね、それで相手のパンチを殺すんですよね。あ、そして自分もクリンチしながら休めるということになるんですよね。あ、なるほど。これはもう試合の経験から
いろいろと実戦に出てくるんですよね。あ、ジャッジの見方にもちょっとは影響が出てきますでしょうね。ですから一発当たっても次が打たれないんでごまかせますよね。あ、なるほど。背中がチャンです。今入れ替わりました。みんなチャンピオン今左を出しました。4ラウンドが終了しています。まあ、このラウンドはあのチャンピオンのパンチのですね、的確さ、今の左フックの返しですね、はい、そして右も当たってましたし、これはもう明らかにチャンピオンのラウンドですね。はい、両コーナーが映し出されています。このあのチャン・ギョングに代表されるようにですね、あの韓国のボクサーたちが状態を非常に振るようになってきてるんですね。それはですね、日本以上に海外の世界タイトルマッチが韓国で放映されるんですね。はい、でトレーナーたちがロベルト・デュランであり、シュガレ・レナードであり、そういう試合をよく見ますから、体を振らないともう世界の左あダウンか。今ちょっと状態が起き上がったところに来ましたね。左を持っていきました。大したことなかったですけどね。今のカウントしています。ダウンです。まあ、パンチは当たりましたからね。出会い頭といった感じになりました。右から左フックの返しみたいなのが当たったんですね。チャンピオンダウンです。第4ラウンド、あ、失礼、第5ラウンドです。さあチャンがいきます。ペース取ってからのチャンは強いんですね。あ、どんどんいきます。さあチャンピオンの負けじません。負けません。そうですね、チャンピオンもよく打ち返す姿勢を見せてますね。ボディを狙っていきます。ダメージ自身はそれほどないダウンですね。そうでしたね。あ、左ダウンです。今のはちょっと効きましたね。右アッパーですね。右アッパーからそして左を振ったという形になりましたか。右アッパーが効きましたね。右アッパーのが効いてますか。はい、それほど強いパンチではないんですけどね。このチャンピオンやはりあの打たれ弱さっていう、顎弱いですね。あのアッパーで倒れるんだと。さあチャンがチャンスです。前出てきます。来てますね。右アッパーで2回目のダウンを奪いました。構えいきます。最初のダウンは大したことないんですが、今のは効きましたね。ていきます。しかしチャンピオンもパンチを出します。気は強いところありますね。ありますね。負けていません。1回目は完全にタイミングで倒れたんですが、2回目これは効いています。チャンピオン、チャンピオン顎弱いですね。確かに弱いですね。あ、そうですか。あのパンチで倒れるんですが確かに弱いです。第5ラウンド、さあ挑戦者チャンが攻勢を見せています。あのベテランらしい攻め方してましたね。今も上狙いたいでしょうね。あの相手は顎弱いから、そこからチャンはボディ攻めてそれから上持っていこうとしてますね。ストレートには狙っていかないと、はい、まずボディから、そして相手のガード下げてもう一回顔面狙おうと。あ、今も左フック、はい、聞いてますね。ガードが下がった時左を持っていきました。チャン、ガードの下から打ち始めます。そして顔面へとパンチを持っていきます。チャン、打ち合いになりました。聞いてますよ。聞いてますか。チャンピオンがクインチにいきます。指を抑えました。第5ラウンド残りがわずかです。チャンピオンこのラウンドは2つのダウンをしています。ここでゴングが鳴りました。もうこれはチャン、はい、10対7ですね。10対7ですか。はい、ミドダウンさせてですね、相手のパンチはそれほど食ってないですからね。はい、これは大したことなかったんですけど、これは最初ですね。状態が伸び上がったところでしたから、これが2回目でしょう。あ、このアッパーからこれぐらいのアッパーでと思うんですけど、効いてましたね。アッパーから、右のアッパーから左を返しました。あの左は大したことないですけどね。その前の右ですね。はい、だから最初申し上げたように、このマンチャイというのは設楽よりそのパンチはあるけれど打たれ弱いんですね。さあ第6ラウンド、このラウンドはチャンがチャンスです。先ほど2つのダウンを奪いました。本当にチャンがチャンスですね。もう流れを一気に持っていきたいところでしょう。チャンは KO 勝ちというのが38勝のうち17つあります。左を持っていきました。向こうがチャンピオン、そして右を、チャンピオンパンチありますね。確かに
パンチあるんで不用意にはチャンを打っていけないですね。ははなるほど。左です、チャンピオン。あーもう一度左、右、よく打ち返してますよチャンピオンも、左のフック右、あ左です、左を出します。そして左右を出しました。打ち合いのような形になりました。ボディです。2回左、左はボディ、そしてもう一度左、チャンが前へ出ます。この試合いい試合になりましたね。ちょっと様相が変わってきましたね。まあ、チャンの前の試合をちょっと見てたんでどうかなと思いましたけど、この試合はいい試合になりましたね。はい、ちょっと力打線ではその独特のいつもの動きが出ませんでした。衰えを感じさせましたが、この試合はどうやら違うようです。タイトルを取りに行こうというのが見えますね。そうですか、見えますね。甘え抜いてきます。ただやっぱりこういった組み地に行くところなんかは膝バタバタするところありますね。あそうなんですね、そういうところは。左、右、右側チャン・ジョング、このワンチャン、おっと、フッシングですね。ああそうですね、今のは完全にフッシングですけど、膝が硬いんで倒れたんですけど、もう少し膝の弾力があればあれぐらいのプッシングじゃ倒れるわけないですよね。バランスが悪かったんでしょうか、軽く倒れましたね。膝が硬いですね。あしかしチャンもいきます。向こうがチャンピオン持ち返します。ボディからアッパー、ちゃんとしては接近してしまった方がいいんですね。ショートパンチに打ち合いできますから、はい、第6ラウンドが終わりました。このラウンドはチャンピオンのムアンチェのラウンドですね、はい、これ2度ダウンされた次のラウンド、この6ラウンドなんですけれど、これはムアンチェのストレートパンチがよく当たりましたね、とても2回ダウンした後のラウンドとは思えませんね。だから顎の弱い選手は回復力が早いって、そういう傾向があるんですね。弱い選手は早い、はい、もう我慢あまりしませんから、いいパンチ当たるとすっと座り込んでしまう。その代わり立ち上がってすぐ回復して攻め返すんですね。ああそうですか。第7ラウンドです。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、チャンピオンムアンチャイ引かせ、1位のチャン・ジョングが挑戦しています。左、チャンピオンです。このムアンチャイはですね、去年のですね、7月ですね、はい、アメリカでマイケル・カルバハルに7ラウンドで、緊急負けしたんですけど、その前にですね、10ポンドばかり前日オーバーしたらしいんですね。まあ、それで炎天下の中でですね、前々日が10ポンドですか、それでその前日が5ポンド、その暑い中をその外でその走ったりトレーニングしたりして、それでウェイト落としたらしいんですね。だから体力消耗してカーブハルに負けたんですけど、あの試合も結構カーブハルは良かったんですね。第7ラウンドです。そのカルバハに負けて、その次そっと力打に6回 TKO 勝ちで WBC 世界フライ級タイトルを獲得しました。いい打ち合いですね、いい打ち合いですよ。右、いい打ち合いですね。ここはチャンです、挑戦者。チャンも打たれてますけど、チャンピオンも打たれてますよ。いい打ち合いですね。こういう接近戦っていいますか、乱戦になるとチャンのうまさが出てきますね。打ち合いでのうまさですね、はい、さあ行きます、韓国の高、チャンピオンを詰めました。ここはブレイクです。ブランクの後2度の世界王座復帰を試みているんですが、いずれも失敗に終わっているチャン。
この試合が3度目の挑戦ということになります。3度の正直になりますか。右、はい、今の一瞬聞いたんですよね。もう一度右です。対応出しました。チャンピオン向こう側です。ボディを返します。韓国のお客さんが脇に沸いています。ここで第7ラウンドが終わりました。あのチャンの構成を取りますね。はい、ムアンチャイとしてはですね、はい、ムアンチャイとしてはですね、あの上体はかなりあのチャン・ジョング動かしてきますからね、狙うところはやっぱりボディだと思うんですね。後半ちょっとボディ打ち始めましたけど、ムアンチャイはやはりまだボディブローが少ないですね。ああ、そうですか。さあ、これから第8ラウンドが始まります。ご覧のような大きな会場です。オリンピック公園体操競技場、韓国ソウルにあります。네이런거는조치를안쳐양국약간오픈서입니다만은아모에디우치하지마시네에대맞다네이모드아나이스판치이거가챔피언됐이겨다시마시다그래야되는거챔피언반주가길이되마시요소우스카사브드시요하하이가라히다리됐이겨다시마시다チャンも体振りながら入らないとですね、あのパンチカウンターになりなると怖いですね。もう中村スカ2ラウンドで결판이라도내겠다는그런것같은데요。せよ、チャン・ジョング先生입장에서ラウンドと同じように打ち合いか。あの打たれ方が今違うんですよね。あ、どうに違いますか。打たれ方が、あの膝が硬い分だけ、チャンの膝が硬い分だけ引き方が違うんですよね。チャンにダメージがかなりありますか。あ、今もいい感じ組みましたけど、ダメージ残りますよ。それでいて踏ん張ろうとしますからね、余計に全部受けてしまうんですよね。はい、対応出します。前へ出ていきますチャン。あとこれはまた倒れました。チャンです。膝が硬いんで、あの今まで受けたパンチありますよね、それで膝から崩れ落ちたんですけどね。ダウンではないにしてもダメージは残ってますよ。聞いてることは聞いてますね、さあチャンピオンが形勢が逆転し始めました。このラウンド左フックがよく当たってますね、はい、チャンピオンの今も。これはボディブローを打ってきてるからですね、相手の動きがですね、上体の動きが止まりだしたんですね。だから左フックが当たるんですね。はい、あ、そうですね。ボディから顔面に行っています。右のボディから左のフックを返します。打ち返しますね、ですからよく我慢する分だけダメージが蓄積するんですよね。はい、接近戦での打ち合いです。チャンピオンよく上下打ち分けてますね。ボディ打って顔面に返して、顔面に打って相手のガードが上がったところをボディに打ち返して、チャンちょっと疲れてきましたね。あ、ラインが入っている方がチャレンジャーのチャン・ジョングです。それと打たれ疲れもあるんですよね。あ、なるほど。かなり打たれています。ボディです。身のボディ左右のボディを持っていきます。チャンピオン顎にも一発入りました。これゴングです。これは明らかなチャンピオンのラウンドですね。はい、パンチの、効果っていうのと手数、両方でもうチャンピオンのラウンドですね。今のラウンドも実体攻撃で、差がないラウンドも実体攻撃になるっていうところでちょっと採点難しいですよね。そうですね、同じ10対9でもかなり差がありますね。ありますね。さあ、これから第9ラウンドを迎えます。両者です。あのボクサーがですね、スタミナ切れてきた時にセコンドが使えるのはですね、水と空気しかないんです。はい、砂糖水与えるわけにもいきませんしね、そうした時にできるだけ深呼吸をさせて、そして選手自身もですね、あの休憩中のみならずラウンド中でもうまく
呼吸しながら戦うことですね。あは、はい、そうするとスタミナ切れた選手が持つんですね、はい、それと後半使ってきたらもう多少水飲むことです、ええ、そしたら生き返ってくることがあるんですね。さあその辺はどうでしょう。挑戦者のチャン・ジョング、かなり表情を見ますと疲労困憊の表情です。ボディを打ち抜きました。チャンはこういう疲れてからですね、そのごまかしながらそのペースを取り返すのがうまいんですね。これはもう経験ですよね、キャリアですよね。これが42戦目です。しかも世界戦はこれは実に20度目です。疲れたら疲れたなりのボクシングがあるんですよね。あ、手を出します。左から右です。ボディも効いてますね。ブリッジに行っています。スカレットのボディブロー効きますよ。もうチャンピオンのだいぶ表情余裕がありますね。完全にチャン・ジョング疲れています。この場合揉み合った時なんかも余計に疲れ方増しますからね。あ、はい、チャンの疲れ方っていうのは5ラウンドで2차례멋진다운을뺏었던장정구かなりその辺でもスタミナ消耗するでしょうね。消耗しますね、その揉み合いでも。はい、ボディに右に入りました。右のフック、チャンピオンです。パンチありますね、チャンピオンは。はい、チャレンジャーも返していきます。右を出しました。向こうがチャンピオン、ボディ右を出しました。いいパンチ打たれましたね。チャンは上下打ち分けられてますね。右のフックです。緊張差がちょっとあります。長身のムアンチャイ、まあ、チャン・ジョングとしてはですね、自分の疲れもありますけど相手のパンチもあるんでですね、足で接近してクリンチしてるんですね。あ、はい、その手も相手のパンチを殺すいい手なんですけど、クリンチした時に上から覆いかぶされられてるんで疲れるんですよね。ボディからまた顔面行きましたね。この右フックです。アッパー気味。これ疲れてる時のボディーブローって呼吸が止まるんですよ。呼吸が止まるっていうことはですね、酸素を取り入れない、られないことですからね。だからその分体が活発に動かなくなってくるんですね。だからボディーブローは効くんですね。はい、相手のスタミナ切れるんです。あ、いいボディですよですね。この後動きが少し止まりました。もう一回ボディブローですね、はい、今のはもうチャンピオンのラウンドですね、はい、さあ第10ラウンドが始まります。5ラウンドに2度ダウンさせてですね、3ポイント取ったんですよね。10対7。そうでした。こうしてもうラウンドごとにこうしてポイント取り返されていってますね。長期戦になったんじゃないですかね。はぁ、WBC 世界フライ級のタイトルマッチ、今背中を向けているのがチャンピオン。左を出しました。向こうがチャレンジャー、パンチをかわします。疲れ方が違いますね、チャンピオンと挑戦者の疲れ方が、クリンチが非常に多くなりましたチャン・ジョング。でもこのクリンチでもチャンピオンよりチャンの方が疲れますよ。あ、すればするほど疲れる。はい、かといって相手のパンチあるんで離れてるとパンチが飛んできますからね。ペース悪くなると悪循環ですね。見下ろします。左、これは当たりませんが、かなり一生懸命グリンチしてますけどね。位置が変わりましたが、チャン・ジョング苦しさに変わりはありません。左です。チャンという選手はですね、中盤こうして休むとまた後半スタミナちょっと戻ってくるんですね、はい、休み方がずるくてうまいんですね。左のパンチが今顔面にヒットしました。パンチを打ちます。チャン・ジョング、もう手打ちで風車みたいにちょっと振ってるだけの ね、チャンピオンのパンチの方がスナッピーですね。はい、チャンピオンのパンチはまだ切れてますよ。
だいぶチャンの顔が変わってきました。かなりパンチをもらっています。送りますが左向こうがチャンピオン、ラウンドも押し詰まって、これが第10ラウンドです。チャンピオンリズム良くなりましたね。前が自分の前になってきたんですね、はい、ストレート出せる距離になりますね。自分のジャブワンツーが当たるからまた距離が取れますから、次のパンチも当たるんですね。序盤まではそれを詰めていった挑戦者のチャン・ジョングなんですが、かなりスタミナを消耗しています。チャンも大したもんですね。これだけ疲れながらこれだけの手が出るっていうのは、本当に手を出します。ボディ攻撃です。チャンピオン左を出しました。しかし負けていません。大したもんですね。足の上では負けていないんですが、ここでゴングです。第10ラウンドが終わりました。後半チャン・ジョング攻めましたけれど、やはり私はマンチャイのラウンドにしますね。やっぱりパンチの効果が違いますね。はい、同じ出しているパンチでもかなり距離を測ってしっかりと打ったパンチはチャンピオンの方です。マンチャイ、韓国のソウルオリンピック公園体操競技場で行われています。11ラウンドに入りました。ここであと2ラウンドですね。チャンピオンが23歳、挑戦者チャンが28歳です。1963年生まれ。チャンピオンのボディーブロー見下ろしました。膝が折れましたか。と滑ったところもありましたけどね、パンチが当たってちょっと滑りましたね。右のショートですね、はい、顎に当たりましたね。チャンピオンダウンを取られました。カウントが入っています。11ラウンド右が入りました。ボクサーというのはダウン取ると元気になってくるんですね。本当ですね。少し控えてます。相手が苦しい顔を表情を見せると相手も苦しいんだという気になるんですよね。なるほど、はい、この試合3度目のダウンを奪っています。チャレンジャーのチャン、今のはちょっとダメージ的にはないんですよね。足が揃ったところを滑りましたから、ダメージ自身はありませんから、反撃してきたんですね、このチャンピオン。はい、ここでのダウン、2ポイント開けば大きいと思いますよ。これ1ポイントにすれば、また大きいでしょうね。1ポイント3に積み上れば11ラウンドだし、これ分けました。아직1분20초가남았습니다。手を出します。相変わらず手を出す。ね、ジャッキー、왼손견제잡을던져줘야돼요。触り始めました。チャン・ジョング、調子に乗りましたね。チャンは攻めることだけでなしにディフェンスも考えてですね、打たせないことを考えないと。マンチェまだパンチありますね。マンチェがいきます。ボディーブローです。そして左を出しました。右を振ります。この辺から苦しいですね。一生懸命のクリンチですね。今のは赤いラインが入っています。トランクス、こちらが挑戦者のチャン・ジョングーです。疲れましたね。打ち疲れ打たれ疲れありますね。なるほど。この辺からご覧になった方はとてもこのチャン・ジョングーが3回もダウンを奪ったとは思えないでしょう。そうですね、5回に2度、そしてこの11ラウンドですね、第1度ですね。この表情、顔の表情からすると逆のように思いますけどね。そうですよね。左、疲れましたね。もう組み違えています。体を接近させます。チャン・ジョングここでゴングを迎えました。第11ラウンドが終わっています。10対8ですね。はい、チャンのラウンドですね。チャンのファイティングスピリットはすごいですね。韓国の画家と呼ばれていますチャン・ジョング、パンチも当たりましたけど、いいですね。ちょっと滑りましたね。さあ、いよいよ12ラウンドにもつれ込んでまいりました。
83年に15度防衛しましたジュニアフライのタイトル返上のあと14ヶ月のブランクがありましたチャン・ジョングその後フライ級世界ジュニアフライ級ゴンザレスに挑戦しましたが負けそしてその後チタラダにも挑戦したんですがこれも敗れていますこれが3度目の世界王座復帰をかけての挑戦ということになっています12ラウンド最終ラウンドですチャン・ジョング疲れていますこのラストラウンド勝負ですねここでセコンドがですねボクシングチームワークですからね、はい、なんて指示したかですねもうおそらく両コーナーとももうこのラウンドが勝負だからもう打ち合ってこのラウンド取れって指示してると思いますね、そうした時に打ち合ってですねやはりそのそういうのはですね今の場合は無安茶ですねはいチャンピオンが無安茶あーっと今なんかもあの膝がついていけないんですよね、体だけはつい行こう気持ちだけは行こうと思っても膝が思うようについていかないそうでしたね今の引っ掛けられてダウンになるんですよねはいチャンのセコンドとしてはですね体振りながら攻めろって体振ることを強調すべきですねはいさあチャンがいきますチャンはこの試合3度のダウンを奪っています残るラウンドこの12ラウンドが全て良好なそういう思いでしょう12ラウンドは疲れていますチャン疲れてますよそうでも前に出ていく韓国のタカ・チャン・ジョング王座獲得になりますか今チャンのいいパンチ当たりました効きましたね効きましたねワンチャンあとダウン疲れ切ったところにこのダウンしましたですからあーちょっと足に来ています効いてますね効いてますねカウントを取っていますがさあ、あーと右、左の筒に右に行きました、ダウンです、もうほとんど力が残っていません、チャン・ジョング、このパンチだけというよりも、その前からダメージを我慢してましたね、ここでレフリーストップです、レフリーが止めました、12ラウンド、2分38秒ですか、残りが22秒というところでした、ムアンチャイ、スティック・カセム、初防衛に成功しました。チャン・ジョング、チャンジョンは最後まで余力は残したままでしたから相手チャンジョンを受けましたねはい挑戦者チャンピオンを3度倒したんですが土壇場で KO 負けということになりましたレフリーが止めていますこの打ち下ろすような右ストレートですねチャンのダッキングはですねどうも膝であのしゃがむんでなしにですね前のめりになる傾向がありますからこう狙い撃たれたんですねはいムアンチャイが初防衛に成功しています、まあ、最後は本当に劇的と言ってもいいかと思いますが、最終ラウンドチャンピオンムアンチャイの逆転 TKO 勝ちということになりました、はい小泉さんの採点では11ラウンドまではいかがだったんですかほぼイーブンですねですね、はい、あのジャッジの採点がですねあの104対102ムアンチャイの勝ち、はい、そして、104対103これはチャン・ジョングの勝ち、はい、そしてもう一人が103対103だからもう三者三様ですねそうですねラストラウンド勝負だったですねかかってたんですね、はい浜田さんそれにしましても、はいチャレンジャー3度のダウンを奪ったんですけれどもこの結果どうなんでしょうその辺はそうですねでも私はあのいい試合してくれたなと思いますけどね、明らかに前回 の, あのチタラダ戦とは違いましたねチャンは違いましたね、チャンにとりましてのこの試合浜田さんどうだったんでしょうね2階級制覇という壁なんでしょうか、いやそれよりもですねそのそっとチタラダの時よりも調子感は戻ってきたと思うんですよね、それで全力を振り絞ったんじゃないかなと思うんですね、それでいてタイトルを取れなかったんでその後精神面でどうなのかなと思いますけどね、あともう一度と思うのかもう使い果たしたと思うのかですね、そうです
ですか、はい、まあ、小泉さんの方から23歳この若いチャンピオンに一言お願いします、はい、今後はですね、そのいろんな世界 の, その強い選手と防衛戦を重ねていくんでしょうけれども、はい、そのさっき申しましたようにそのパンチ力を生かすためにですね、左のリードパンチをもっと使うことと、そして上体を柔らかく使って、そしてディフェンスをしっかりすることですね、はい、そうするとタイトルを防衛できますね、はいはい、まあ、とにかく激しい打ち合いでした、ムアンチャイがチャンを TKO で最終ラウンド下しています。以上 WBC 世界フライ級タイトルマッチをご覧いただきました。さあ、それではここでワウワウエキサイトマッチ次回のカードをご紹介しておきましょう。次回まず一つ目は IBF 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチです。ウェルカム・ヌシタ対ハーリー・スニード。そして2つ目が IBF 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、ロバート・キロガ対キッド・アキーム。この2つの試合をご覧いただきたいと思います。お二方に一言ずつ伺いたいんですが、この試合いかがでしょうね。特に私はキッド・アキームですね、はい、この、 ナイジェリア出身のですね、このラスベガスで戦っているボクサーはですね、WBA、WBC、IBF、 そのこういう団体の世界チャンピオンより強いって言われてるんですね。はい、だからこの選手の世界初挑戦に注目したいと思いますね、はいはい、浜田さんはいかがですか。私はこの番組で、まあ、ヌシタの試合、キロガの試合やりましたんで、親近感がある分だけノックアウトを期待したいですね。あ、なるほど、はいはい、次回も激しい試合になりそうです。今日は韓国で行われました2試合、WBA 世界フェザー級タイトルマッチと、そして WBC 世界フライ級タイトルマッチをお送りいたしました。どうだったでしょうか。次回も好試合が展開されそうです。今日の解説はジョー小泉さん、そして浜田剛さんの方でした。どうもありがとうございました。次回のワウワウエキサイトマッチでお目にかかりたいと思います。それではごきげんよう。さよなら。